こんばんは。私は弁護士の矢崎亜希子と言います。本日は結婚の自由をすべての人に訴訟。愛知の第7回弁論記述の報告会を行います。私はですね、司会を、務めます。弁護団の矢崎亜希子と言います。よろしくお願いします。では、まず、早速ですね、本日行われました結婚の自由をすべてに訴訟愛知の、第7回記述の報告をさせていただきます。では、弁護団の堀江さん、どうぞ出てきてください。こんばんはい、よろは。しくお願いします。こんばんは。お願いします。じお願いゃあ、します。記述の報告をですね、堀江さんにしていただきたいので、自己紹介と、していただいて、で、それで、続けて、期日の、今日の報告をお願いします。結婚の自由をすべての人に訴訟の、名古屋弁護団の堀江と申します。よろしくお願いします。今日の、まずはですね、本日、傍聴に来ていただいた皆さん、で、そして今、お時間を取って、YouTube ご覧の皆さん、ありがとうございます。緊急事態宣言が出されている状況の中なんですけど、本当たくさんの方に傍聴に来ていただいてですね、3密対策でその傍聴席の数を減らしているとはいう状況だったんですけど、中に入れない人もいるというぐらいでした。やっぱりたくさんの方に来ていただけると、私が今日は準備書面の内容っていうのをこの裁判所で、読み上げるんですけど、すごくやっぱり心強く感じるんですね。やっぱりこう支えられてるなっていうのをすごく感じながら、今日も期日に臨めましたので、ありがとうございました。で、期日の報告の前にですね、簡単に私たちの主張、どういう主張をしているのかっていうおさらいをしたいんですけど、私たちはその法律上、同性の者同士が婚姻できないっていうことについて、それが、憲法24条1項、そして13条が保障する婚姻の自由を侵害するという主張をしています。そしてもう一つ、同性の者同士が婚姻できないということが不合理な区別、差別であって、それは憲法14条1項の平等原則に違反するという主張もしています。で、こういったその婚姻の自由の侵害であったりとか、平等違反、平等原則違反というその憲法違反の状態を放置し続けてきた国ですね。それを立法不作為っていうんですけど、制度を作らなかったっていう、その立法不作為については、国家賠償法上違法であるという主張をしています。で、これに対して、前回、第6回期日ですね、前回の期日で被告がどういうことを言ってきたかというと、それを、まず説明するとですね、今の結婚の制度というのは、婚姻の制度というのは、男女間の結合という、その婚姻制度の構築を、憲法24条2項というのが要請していて、それに従って作られたなと。いうのが一つ。で、二つ目としては、日本の婚姻というものは、伝統的に、生殖ですね。子供を作る生殖と結びついてきたと考えられているので、そして現在においても、その考え方、婚姻が生殖とか、この養育と結びついているから、婚姻の当事者が男女っていうのが一般的なんだっていう、そういう考え方があるんだという主張。で、さらに、生殖とこの養育のために婚姻があるという考え方は、もうすでに変わってるんだと。いうのを、私たちは主張してるんですけど、それについては客観的な根拠がないでしょというような主張もしてきました。国がですね。で、あるいはその婚姻制度の目的達成のための手段として、その男女間に限って婚姻を認めているっていうのは合理的なんだっていうような、そういう主張です。で、それに対して、一つ一つ潰していくっていうことが、今回こちらの宿題になるので、それを主張していったんですけど、で、まずそもそも、なぜその婚姻を法律上同性のものに限るっていう制度になったのかっていうことを、論じていってですね、で、それがもう今では変わってるんですよという話をしました。で、その時にその注意が必要なのは、今のその婚姻の制度が作られた当時って、その同性婚制度を作るかどうかっていうのはまともに議論されていないんですね。で、じゃあどういう理由なんですかっていうことについても、国側もですね、説明してないんですよ、この訴訟の中で。いや、そういうもんでしょ、みたいな。男女のものでしょっていう以上の踏み込んだ説明をしていなくって。なので、なぜそういう制度が作られたのかっていうのは推測になっちゃうんですけど、それが大体4つ挙げられるだろうと。で、1つは、婚姻が生殖とこの養育を目的とするっていう、その国が言ってる。で、だから、その生殖可能性がない同性の間での婚姻っていうのは認める必要性がないでしょっていう考え方があったから、だからその結婚が男女のものにされたんだっていう考え方。
で、二つ目は、同性愛っていうのが、その、異常で倫理的に許されないから、そういったものを法律で定めることは、適当じゃないという考え方が、当時あったんじゃないかという理由。で、あるいはその、当時ですね、この結婚の制度を作った、婚姻の制度を作った当時、諸外国、周りのその外国の法律の影響を受けて、日本でも、その、同性間の婚姻っていうのは作られなかったんじゃないかっていう考え方。で、そして四つ目が、婚姻っていうのは、当然男女間の関係だよねっていう考え方が、社会的に、社会の中で支配的、一般的であったから、意識されなかった、作られなかったっていう考え方ですね。で、まあ、大体その四つだろうと。大体そういった四つの理由で、婚姻が、その法律上、同性のもの、には、異性ですが、法律上異性のものに限るっていう制度にされたんじゃないかっていうことを、まずは、挙げてですね。で、その一つ一つを潰していくと。例えば、その生殖能力の話で言ったら、そもそも、結婚する婚姻の要件として、生殖能力って別に、必要とされてこなかったし、という話だったりとか。で、あるいは、その、まあ、かつてはですね、その制度が作られた当時は、その差別とかの意識っていうのはあったかもしれないけれども、で、今でも差別とか偏見がそれはなくなったとは言わないけれども、ただ1980年代以降ですね、徐々にやっぱ社会の状況が変化していって、で、最近だとやっぱりもう、国会議員とかが、あるいはその、地方自治体の議員さんとかが、ね、こういった性の多様性に対する理解のない発言すると、やっぱりもう、当然のようにこう批判されますよね。まあ、炎上するっていう表現されますけど、だから少なくともその公的な議論の場においては、もうその性的指向に基づいた差別っていうのはダメだよねっていうのは、もう十分、規範としてね、確立してるでしょうっていう話だったりとか。あるいはその外国の影響っていう部分で言ったら、その、G7 の中で、結局その同性間の婚姻とかパートナーシップ制度を作ってないのって日本だけだし、あるいはその昔の民法ですね、今の婚姻制度の元になった旧、昔の民法が作られた時に、まあ、8つの国の制度を参照したって言われてるんですけど、で、その8つの国の中で、今現在もその同性間の婚姻とかパートナーシップ制度を認めてないのはロシアだけですよねとか、そういった話をしてます。で、最後四つ目のその、社会の意識ですね。婚姻とは当然に男女間の関係であるという考え方が支配的だったっていう話についても、やっぱりもう社会状況変化してると。で、実際にもう同性婚っていうのが国民の間で現実的な選択肢として意識されるようになってるし、パートナーシップ制度も、すごくやっぱり急速に広がってますよね。で、ただ広がってるだけじゃなくて、今はもう自治体の中で、パートナーシップ制度を作っている自治体の中で、お互いに相互利用、引っ越しても使えるような、相互利用っていう制度までが見られていると、どんどんその制度が進んでいる。で、令和2年の12月1日現在で、66個の自治体で、パートナーシップ制度が作られていて、で、利用組数が1300組。で、もう約3800万人の人が、同性のパートナーシップを公的に承認する自治体で暮らしてるんだよっていう話を、させてもらってます。はい。で、あとは、次にですね、そういった理由で、当時、まあ、どういう理由で作られたかっていうのは、今の制度が推測になっちゃうんですけど、その推測される、考えられる理由は、すべてもう、今、現在では否定されるということを主張しています。そして次にですね、先ほどその制度が作られた当時、同性婚制度を作るかどうかがまともに議論されなかったっていう話を、させてもらったんですけど、で、その背景には、その異性愛規範というですね、ものがあると。では、その異性との結合関係をその正常というふうに考えて、同性同士の結合関係をまあ異常というふうに考えるような、その異性愛規範というものが、かつてはあったと。で、ただそれは現在では正当化されない。ということについて、中京大学の風間先生とかですね、あと赤枝先生、川口先生という方に、意見書を書いていただいて、それに基づいて主張したと。で、まあ、明治からの話になるんですけど、明治から、第二次世界大戦までの日本の状況を見ていって、で、日本においては、じゃあ異性愛規範がどういうふうに生まれて確立していったのか。で、それが、戦後に、まあ、社会に対する働きかけとか取り組みによって、どういうふうに、正当性を失っていくのかっていう話について、意見書を書いていただいたので、それを、主張しています。
で、この意見書がですね、すごく細かく詳細で、僕の不勉強っていうのももちろんあるんですけど、本当にいろいろ知らなかった事実が出てきまして、それに基づいた、準備書面っていうのは、意見書をある程度簡略化した形にはなるんですけれども、これも、コール4の方にですね、準備書面の形、準備書面上がってますので、ぜひご覧いただければと思います。で、あとその他にも憲法の教授とか、民法の家族法の教授ですね、意見書書いてもらっておりまして、それを踏まえた主張したりとか、あるいは、提訴後ですね、約2年弱の間に、社会状況がまたこれだけ変化していると、これだけ社会が進んでいるということも、重ねて主張をしたというのが、今回の記述です。はい。で、今回の記述で結構たくさん、こちら側主張をしたので、次回は、被告国ですね。国がこれに対して、反論をしますという、ことになりました。で、こちらはこちら側で、まだ、憲法24条1項の部分についてですね、意見書、意見を、憲法学者の先生にまた意見をね、意見書をお願いしてまして、それを補充したいなというところがありますので、こちら側も、次回期日に向けては、重ねて主張するという予定になっています。で、次回の期日が、4月の20日ですね、約3ヶ月後、4月の20日火曜日の、午前10時からというふうに決まりましたので、最初にも、お話したんですけれども、本当皆さんに来ていただけるとすごく心強く感じますので、この状況なので、本当になんていうかもう、ぜひぜひお越しくださいというのがなかなかちょっと言いづらい状況ではあるんですけれども、応援の方ですね、できる範囲で、応援していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございます。すごく盛りだくさんな、内容をね、今回書面で、出しましたので、堀江さんの説明も、すごく長かったな、というか、長かったです。説明していただいたなと思いますけども、さっきおっしゃっていた、コール4の、で、書面が載ってるっていうことについてなんですけど、それは、なんていうのかな、これまでの書面は全部そのコール4で見られるっていうことですかね。はい、見られます。で、もちろんその、こちらの主張だけじゃなくて、被告、国が、どう言ってるかっていう、その、被告側の主張も見れますので、ぜひ、照らし合わせながら読んでいただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。では、いただいたコメント、コール4、今、画面を、共有していただいてますけれども、コール4という、サイトというか、共感が社会を変えるということで、いろんな、訴訟を、社会的問題に取り組む、訴訟について、クラウドファンディングや、呼びかける、企画があるんですけれども、そこに、私たちの訴訟の、書面が、アップロードされていますので、ぜひ見ていただければと思います。では、いただいた、コメントもいただいている、いますし、また、私だけじゃなくて、質問もありますので、ここからですね、弁護団から水谷陽子さん、それから NPO 法人プラウドライフリーの風間隆さんにも入っていただいて、ちょっとお話を、期日について、訴訟についてお話をしていただければ、したいなと思っています。では、それぞれですね、自己紹介をしていただけますでしょうか。じゃあ、まず、風間さんから自己紹介をお願いします。はい、プラウドライフの風間と言います。あと、先ほど堀江弁護士さんの方からも、堀江弁護士からも話が出たんですけども、この裁判の意見書を、私の場合は、筑紫女学園大学の赤江戸香奈子さんと一緒に、執筆したんですけれども、意見書も、書かせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、水谷さん。はい。お願いします。
はい、皆さん、こんばんは。弁護士の水谷陽子と申します。私は、この弁護団ではですね、実は東京弁護団と、この愛知の弁護団、二足のわらじでやっておりまして、去年の6月まで東京で弁護士をしていた関係で、東京弁護団の女性カップルの担当をずっとしておりましたので、東京弁護団の仕事も引き続きやりつつ、去年7月からは名古屋で弁護士をしているので、こちらの愛知の弁護団にも、なんか伸び伸び自由に好きな時に参加させてもらっているという立場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まずですね、コメントをいただいているので、それを読み上げさせていただきます。うん、マリフォー国会でも見えましたが、自民党議員はじめ賛同される方が多くいるのも、世論が確実に変わっている証拠ですよね、というコメントをいただきました。本当にそうですよね。なかなか、なんというか、政治的な立場を超えて、多くの、人たちが、他の政治の分野では対立するような、立場にいる政党の方々も、この問題に関しては、いろんな立場を超えて賛同する人が、増えている。増えているし、まあ、たくさんいるということがね、うんうん、現在の社会状況っていうのを、本当に如実に示しているな、というふうに思いますよね。この状況に、なんていうのかな、を見過ごして過去のままで、生きていくっていうのがね、果たして、本当に、望ましいことなんでしょうかっていうことが、まあ、裁判を通して問われているなというふうに感じます。うん、何かこの、お二方から、何か質問などあればお聞きしたいのと、私からですね、ちょっと見てくださってる方に傍聴のことについて、まあ、ご案内するという趣旨で、質問したいんですけれども、傍聴に、をするために、例えば抽選とか、何か、早く行って並ばなきゃいけないとか、そういったものはあるんでしょうか？はい。前回の期日も確か満席だったと思うので、で、今回も、確か入れない方がいらっしゃったようなので、今現在、名古屋の取り扱いとしては、早い者勝ちというか先着順になってますね。で、これがもう少し人数が増えてくると、今度は抽選ですね。傍聴券を求めて、こう、並んで、で、それで抽選して当たった人が、入れるっていうような、場合になることもあるんですけど、今日期日が終わった段階では特に何も言われていないので、次回の期日もおそらく、まあ、先着順という形になると思います。今日も、もう期日が、確か、1時ぐらいに、裁判所が開くと、30分前ですね。30分前に、開くと思うんですけど、その段階でも、ま、並んでいただいている方、いらっしゃった、ので、ま、先着順で、なるべく、絶対にもうこれは傍聴したいっていう方には、もう早めに、少し早めに来ていただけると、確実に入れますよ、というところです。ありがとうございます。コメントはですね、また届いておりますので、読み上げさせていただきます。まずですね、お疲れ様でした。前回初めて傍聴したので、今回は2回目なのですが、傍聴していることが支えになっていると、堀江先生の言葉が嬉しく思いました。嬉しい。ね、本当に嬉しいです。いや、本当でも本当にね、心強いんですよ。本当に、やっぱり、このバーの中っていうか、その法廷のですね、この中にいるときに、やっぱり傍聴席の様子ってすごくよく見えるんですよね。で、皆さんがすごい真剣に見てくださってるっていうのが、なんていうか、どれだけ心強いかっていうのは、まあ、弁護士にしかわかんないだろうなと思いつつ、本当に私も嬉しく思っています。で、もう一方コメントをいただきました。本日傍聴行きました。初裁判所。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。初めての裁判所はね、私たちの、携わってる事件でっていうことですごく嬉しいですし、こういう、非常に社会的意義のある、事件でをですね、見ていただけたっていうのは非常に、歴史的に
重要な局面を一緒に共にしたっていう感じがして嬉しいですね。ありがたいですね。なんかやっぱりこの問題に限らずですけど、やっぱり当たり前のことをちゃんと発言して、なんかおかしいことを変えていこうとする最前線に立つ人って、やっぱすごく孤独になっちゃうから、共感してるんですっていうのをやっぱ目に見える形で示してくれる方がいると、やっぱすごく支えになりますよね。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。あとあれですよね、原告とか弁護団にとってもすごい心強い手助けってもありますけども、裁判所にとってもね、これだけやっぱりこの訴訟に関心を持ってるっていうのは重要ですよね、伝わるっていうのは。真面目に審理しなきゃいけないっていうプレッシャーを常に与え続けるっていう意味でも、ちゃんと見てますよっていうのを市民が示すのはすごく大事だと思います。またコメントをいただきました。読み上げさせていただきます。当事者です。偏見や差別はまだまだありますが、青春時代だった数十年前には考えられないほど進んだなと思います。パートナーシップや法的なこともあるので、スムーズに進まないと思いますが、少しでも前に進んでいることに感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ですよね。その数十年前には考えられないほど進んだっていうのは本当に、その通りだなというふうに思いますよね。いろんななんかその、やっぱり、60代、70代とかの、当事者の方々と、お会いしてお話しするときに、やっぱりなんかその、なんていうのかな、自分の、なんていうのか、若いときに、誰にも本当に言えなくて、苦しい思いをしてきたんだっていう話は、されますもんね。そういう中で、現在は、どんどん時代が、世の中が変わってきて、10代の子たちがカミングアウトする人たちも増えてきているとか、やっぱりその、こういう、なんていうんですかね、ウェブの場で、こういう企画を持てるっていうことも含めて、本当に、いい方向に進んできたなと思いますし、それはもう本当にと、当事者の方々、それから、かつてのね、いろんな事件での弁護団の方々とか、いろんな方の、おかげだというふうに思います。やっぱりなんかその社会が変わるとか、に対する、こう、確信というかですね、よく、よくじゃない。時々、やっぱりなんかこう、国がこうなんだからとか、法律がこう決まってるんだから、なんかこう、無理だよねとか、仕方ないよねっていう、なんかこう、捉え方をこう、してしまう方もやっぱりいらっしゃるとは思うんですけど、やっぱそれぐらいか、こう、社会変えていくとか、法律を変えて難しいことではあるので、間違いなく。でもやっぱりなんかこう、少しずつでも、変わってきてるっていうのは、もうここ、例えば10年の振り返りとか、ね、すると、やっぱりこう、10年前とはやっぱり違う状況になってきてるし、で、それをやっぱりこう、少しずつ変えていくっていうのは、ね、大事だし、そのためにこう、ね、僕らは弁護士として、やれることをやるし、で、別に、弁護士はその法廷で頑張ったりとかするんだけど、別に頑張るってそこだけじゃないから、皆さんに本当なんかできることが、こう、やっぱそれぞれあると思うんで、なんかそれをみんなでやっていきたいっていうのは、すごいありますよね。引き続きいろんなコメントが、なんかコメントの中ですぐ終わってしまったという印象で、そうですね、今コメントいただいたの読み上げさせていただきます、彼女が行きましたが、すぐ終わってしまったという印象で会話が成り立っていたとのことでした。これは成り立っていなかったということなのかな？成り立っていたとのことでした。東京裁判と比べてしまいました。また私も傍聴したいと思います。というコメントをいただきました。そうですね。裁判、本当にすぐ終わりますよね。この、出してる書面は70ページを超えていたりとかするんですけど、
だけど、それをまあ全部読み上げませんもんね。これ、水谷さん、これ、会話が成り立って、東京裁判で比べてって書いてあるけど、これ、東京裁判は会話が成り立ってるんですか、成り立ってないんですか？成り立ってないので、すごく時間がかかるんです。なので、多分このコメントだけ見た方とか、名古屋の裁判しか傍聴したことがないよっていう方、まあ、今いっぱいいらっしゃると思うんですけど、多分そういう方にとっては、このコメントってね、どういうことって多分なったと思うんですけど、東京ではですね、今、当事者の声をきちんと尋問で聞いてもらえるかどうかっていうところで、もう本当弁護団と裁判所がバチバチにやり合っていて、で、すごくもう全然、前回12月に期日があった際も、もう会話がね、もう全然もう、成り立たなくって、もうそのせいで、尋問をなぜ、やらなきゃいけないのかっていう話だけでもう1時間近く、バトルがあるというような状況で、とっても、予想外に時間がかかってしまったという流れがあります。で、実は、ちょっとこの流れで東京弁護団からの宣伝をさせていただいてもいいですか？あ、どうぞ。ありまして。実はですね、このバトルがまだ決着がついておらず、裁判所としては尋問をね、やるとは言ってくれていない状況が続いているんです。で、尋問を実施するために、私たちは弁護団としても、ツイッターのアカウント今、こう、共有してもらってますけど、こう、ツイッターアカウント作りまして、ここで呼びかけてるんですけど、尋問きちんと実施してくださいということで、署名とかお手紙を集めています。あ、だ東京原告の大江さん、お母さんからもコメントいただきました。あ、そうです。そうなんです。大江さん、お母さんも、この間、12月にですね、意見陳述という形で、法廷でお話はしてもらっています。で、とっても素敵な内容で、ただ、この素敵な原告の話を証拠として使うっていうことは、意見陳述ではできないんです。尋問っていう枠組みの中で、弁護士からの質問に原告が答えると。で、国からの質問にも原告が答える。で、裁判官から補充の質問があれば、それについても原告が答える。で、それを裁判所の方で文字起こしをする。この手続きを経ないと、せっかく法廷で生の声を喋っても、それが結局こう審理の判断の基礎として、つまり証拠として使ってもらえないと。いう、その意見陳述との違いがありまして、なので意見陳述もやったんだけれども、さらに追加でっていうかね、別の位置づけで、こう、ちゃんと尋問をするっていうことも大事だと思っていますので、ぜひこれ実現に向けてですね、本当に、こんなことネットで言うとあれですけど、私のね、個人の思いとしてはね、なんて裁判官分からず屋なのってすごく怒ってるんです、私。なので、本当に、この分からず屋めえと、お前はいろんな国民から分からず屋だと思われてるんだぞというのを突きつけてもらいたいので、ぜひ皆さん、署名やお手紙、ご協力をお願いします。今ここ、表示してもらってる、チェンジオルグの署名のページに、お手紙の送付先とかも案内しております。PDF とか、FAX とか郵送、いろんな手段で弁護団に郵送してもらえれば、次回の2月24日の期日に、どさっとまとめて裁判所にぶつけますので、ぜひご協力をお願いします。すいません、東京弁護団のためにお時間をいただいてありがとうございました。いえいえ、本当にありがとうございます、水谷さん。これはね、どこの訴訟にとっても、あるいは、この弁護団、この訴訟を超えてですけどね、うん、あらゆる、ありとあらゆる訴訟で重大な問題なんですよね。うん、尋問をしないと、要はその、当事者の、生の声っていうものがですね、有効な、まあ、有益なですね、うん、証拠として、提出できないということになってしまいます。で、まあ、とりわけ今回のその、訴訟では賠償を求めていますよね。どれだけ、その、婚姻ができないことによって、どれだけの苦痛、不利益、被っているかということを、そういった実態を認定しないことには、
この訴訟の審理っていうのはできないはずなんですよね。うんうん、なので、当事者、まあ、原告たちが、どういった不利益を被って、どういう局面でですね、どういう、辛い思いを したのかっていうことを、それを裁判官の想像で書くんじゃなくて、当事者本人の実体験、うん、事実に基づいて裁判をしてもらうというために、絶対に必要なことですので、このまあ東京弁護団のことだけでなく、東京訴訟のことだけでなく、全国的に、訴訟というものを大事に思うというのであれば、ぜひ、これしていきたいなというふうに思っています。コメントが次々ね、書き込んでいただいていて、東京の本人尋問の署名済みですっていうふうな、ことも、うん。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。署名、同じ人が何度もしてもいいのですかという質問が来ていて、お気持ちはありがたいですが、一人一回なので、その熱い気持ちはですね、お手紙の方で、実現をお願いします。ありがとうございます。では、ですね、ちょっとですね、話が盛り上がりすぎてしまっているんですけども、裁判の訴訟を起こすことは裁判に勝つこと以外にも意味があり、社会に問題提起ができたことにも意義があったと思います。ありがとうございましたというコメントもいただきました。本当に皆さんありがとうございます。では、ですね、この第7回期日の報告としては一応、これで終わりますけども、堀江さんから、まあ、別の裁判のことではありますけれども、ご案内があると、お聞き及んでおりますので、はい、いただければと思います。すみません、少しだけお時間をいただきますが、私がもう担当している、名古屋の事件なんですけれども、もう一つ、同性パートナーに犯罪被害給付金の支給を求める裁判というものがあります。これは昨年の6月にですね、名古屋地裁で、まあ、原告敗訴、こちら側の敗訴という、形になって、まあ、ニュースにも結構取り上げられたんですけれども、20年以上、一緒に暮らしてきた、同性のパートナーをですね、殺害された方がいらっしゃいまして、で、まあ、配偶者を殺害された場合っていうのは、国からですね、犯罪被害給付制度というものがあって、遺族給付金というのが支給されるんですね。で、その、遺族給付金っていうのは、法律上の配偶者じゃなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にあったもの、まあ、事実婚の、人でも支給されると。まあ、つまりだから、法律婚は別に要件とされていないんですよ。で、20年以上も、共に生活をしてきたパートナーが殺害された方なので、もうこれは当然事実婚関係にあったということで支給をしたんですが、それが、却下されてしまいまして、でその処分はおかしいということで、取り消しを求めて裁判を起こしているという状態で、先ほどお話ししたように、一審の判決では、それが否定されてしまった、請求が棄却されてしまった。で、しかもその内容がですね、かなり、まあ、私から見るとひどい、内容でして、で、高等裁判所ではもう絶対にこれをひっくり返したいと。で、そのために、まあ、先ほど、今回の期日の中でも、学者の先生に意見書を書いていただいたという話を、させてもらったんですけど、やっぱりなんかその、一審の名古屋地裁の判決がいかにおかしいのかっていう、ことについて、まあ、学者の先生にですね、お願いして意見書を、書いていきたいと思っております。で、まあ、そのためにですね、やっぱりまあ、お願いする、やっぱりその学者の先生に時間をいただいて、かなりの分量の意見書を書いていただくということになりますので、そのための、まあ、謝礼ですね、っていうのをやっぱりお支払いする必要があると考えていて、で、そのために、まあ、クラウドファンディングですね、先ほどから何回か出てます、コール4の方で、今、クラウドファンディングを立ち上げを準備を進めてまして、ちょっとまだ現時点では、出てきてないんですけれども、もう間もなくですね、コール4の方に、こちらの事件の、クラウドファンディングも立ち上げがされると思いますので、ぜひそちらの方も、ご協力をいただけると、はい、嬉しく思います。よろしくお願いします。というところでした。で、ちなみに阪急法の事件は、2月4日、来月ですね、来月2月4日木曜日の、10時から、裁判がありますので、ぜひそちらの方もですね、もし、これ、11時から、失礼しました。11時からありますので、ぜひ、来られる方、2月4日の11時ですね。まあ、無理のない範囲でになりますけど、状況が状況なので、こちらの方も応援していただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、すいません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に改めてですね、次回の、結婚の授与すべての人に訴訟愛知の第8回期日のご案内をもう一度させていただきます。次回期日は4月20日火曜日の午前10時から、名古屋地方裁判所の第1号法廷にて行います。で、原告側と被告側それぞれから、書面が提出されますので、で、またですね、このように報告会もしたいというふうに考えています。ぜひ、法廷にも振って足をお運びください。お待ちしています。というわけで、今日は、これで終わりです。どうも、長時間ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。